イミング間違えた。それもそうだけど、そうじゃなくて、なんなの、こんな展開聞いてない。そう来るとは思わないじゃん、思わないじゃん。でも友達としてはちょっとありかな。ウケるし。次同窓会とかあったら引き谷も来れば。行かねえよ絶対。だよね、ウケる。いや、ウケねえから。けーぬーがーく。変わってないね、ここ。昔は二人で一緒に入ったっけ。ようやく気づいてくれたわね。全然気づいてくれなくてとても寂しかったわ。無茶言うなよ。だから言ったじゃない、ならやっぱり私ねって。ねえ、ジョーロ君。なんだよ。もう図書室には来ないの。分かった、来るよ。私は自分のことしか考えてなかった。メンマのこと考え続けるジンタン見てたくなかったから、メンマに成仏してほしいって思ってた。願いを叶えてあげたいんじゃなくて、自分のためにメンマを成仏させたかった。ついでに荷物を受け取ろうとな。あ、荷物。そうですより預かっておらんのか。な、何を。あれしかなかろう。あれ、あ、そういえば、これだ、これを待っていた。何を。四季崎キキは結局負けちゃったのよ。計算違いは旧将軍から始まった。そして飛騨高人、そしてその娘、容赦姫が決定的だったわね。許してもらえた。いや、許可などなくてもやりたいようにしていいと。お二人と共にこの力を振るってよいと。これからもずっとずっと、何かしら、この落ち着かない気持ちをどうしたらいいの。さあおいで。君を味合わせて、今から君が僕のダーリンだ。何、人の顔見てビビってんだよ。言っとくけど、別にお前の寝顔見てたわけじゃないからな。お前また風邪こじらせたの。ほら、お弁当。今日は私が作った。だけど勘違いするなよ。別にお前のためにってわけじゃないからな。ついでになんだからな。やっと松葉杖なしで歩けるようになったよ。でもまだ走ったりしちゃダメだって。そっか。ところでキリト君。ん？知らないの？ここカフェテリアから丸見えなんだよ。え、あ、なんか本当にもう、うっかり屋さんにはお弁当をあげない。